はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきまして、ありがとうございます。はい、今回は本因坊戦の、第5局、1日目をやりたいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。3連勝でね、井山さんが3連勝で1勝返した、第5局目ですね。はい。3-3に入ったんですね。はい。で、この主張がいいので、今は、主張というのはこれですね。はい、この主張が今は黒がこれね、ここだと遠いのでね、石持ってくるときここでもいいんですね。こうすると主張が読みやすい。はい、まあここのとこ行けばここでもいいのでね、同じ、はい、そうすると読みやすいですよね。はい、ということで主張がいいですから、飛びで打たれました。はい、で、まあ、主張あたりに備えて、これも立派ですけど、まあ、多分ね、下付けが、付け引かれるとの差でね、大きいので、付けましたね。はい。まあ、局面的には、こう、雪崩も考えられそうな気もしますけど、まあ、今はこのような形で、こう、付けが見えてますんで、意外とこっちをね、地にしようとしても、意外とならないかもしれないですかね。はい。ということで、このような、形になりまして、はい、これは主張あたりですね。はい、ですから、はい、うん、守るぐらいかなと思います。はい、これはそうですね、工夫されましたね。どちらもつけるとこっちが大きくなりますし、まあ、この定石はね、あんまり最近では見られないんですけど、まあ、方向はでもいいので、まあ、もしかしたらこれもあったかもしれないんですけどね。まあ、こちらだと、まあ、ちょっとこういうような感じとかが、ここは結構目いっぱいになりそうな気もするんで、ちょっとやめましたかね。うん。まあ、例えばこうやってね、引く可能性もありますからね、こうやって、こっちは結構いい幅っていうことで、等度でこちらに変わりました。はい。うん。はい。まあ、堂々とした飛びですね。はい。うん、桂馬で行きましたか。はい。うん。まあ、こうやったら割り込むんですかね。割り込みたくもなりますね。もし、例えばこうなったら、結構立派な形ですね。コスミつけて引きで打たれましたか。はい。押さえると覗きが見えてますんでね、先に覗きましたかね。つなぎ。はい。桂馬で打たれました。うん。うん、このあたりはね、新しい形で、はい。面白いですね。まあ、ちなみに、これ、飛んだ手では、飛ぶとね、隅まだ取り切れてないので、まあ、三々もね、十分考えられたと思うんですけどね。僕なら三々の方に打つかもしれないですけどね。うん。まあ、堂々とした手ですけど。はい。うん、防止して。一応ここにつけて、まあ、形はね、できましたか。はい。ここをね、一応、一目を取って、まあ、ほぼね、収まり形ですね、この黒は。はい。で、付け越していきましたね。この桂馬もすごくいいとこに見えますけどね。はい。問題だったら、なんかこういうとこが、こういうとこがね、関係なかったらね、こういうとこが正解になりそうですけど。はい、これ切断しに行きました。うん。ツケはかっこいい手筋ですね。うん、覗きが。うん。まあ、覗きがあるので、まあ、ここはね、小さく
取られてもいいという判断ですね。はい。で、この押しがいいとこです。こう入りましたね。これは相当な、すごいですね。気合の一手っていうか。これ一本で跳ね伸びました。で、そうですね。白も一手かけていればね、どこで取れるかわかんないんですけど、例えば、これで取れれば一番いいんですけどね。これだと、まあ、なんかと入れても、入れればね、まあ、ちょっと、ここに手を入れたっていうことですから、ここにね、手を入れたっていうことなんで、ちょっと守りにくい。このままで取られてしまうと、黒はね、この交換が大損になるので、こう何か動くと思いますね。とりあえず動く。ぶつかりの押さえが効くので、まあ角ぐらい打って、まあ何かやれば、まあ生きぐらいはあるかもしれませんかね。まあとりあえずこのまま飲み込まれてしまうと、これとこれでね、取られてるっていうことですから、大損なので。まあ何か分かりません。これはまあ先打たなくてもいい気もするんですけどね。こうとか。それとりあえずコスミツケ。まあ飛ぶ筋とかもあるんですけど。ただこれコスミツケて、まあ例えばですけどね、こういうような、これ割り込んだりして相当読まないといけないんですけど、なんか理想的にはね、こんな感じで。理想はこんな形でね、生きれればいいんですけど。まあ、なかなか飛びもね、あれなんで、まあ、コスミツケが一応無難っていうか、一番先に、真っ先に考える手かなと思いますね。ということで、まあ、ここで藤井だと思うんですけどね。まあ、コスミツケて、この進行、後がどうなるかですね。下辺が、どのような形で収まることができるかというような局面ですかね。まあ白は決して生きられたからといって形勢はまだ難しいですね。悪いわけじゃありません。まあ先手を取って、まあなんかね、生きたとして、まあ白もこのぐらい構えて、こちらもね、地に結構大きくなるので、まだまだね、こういうとこに石が来るとね、こう隅もね、跳ねれば地が減ってしまいますんでね。まあ、まだまだこれからの碁かなと思います。ちなみにここは 助ける手はちょっと助けにくいですね。まあ、ほぼこうやって切りのこういう相場、こういうような形で計算してもいいのかなと思います。まあ、そうすると、まあ黒は確定地がね、まああるというような。まあここの生き次第ですけどね、ここ上手に黒は生きれば、どちらかというと黒を持ってみたいような気もしますかね。非常に難しいですけど。白この手も結構早かったんですよね。このぐらい打って、取れればどうかなんですけど、ただそうすると、まあこういうのがね、効いてきますよね。効いてきて、今度こういう碁になって、まあこういうのもね、あったんでしょうけど、まあ井山さんのことですからね、手を抜いてこれで取れてるっていうことも言ってるのかもしれませんし、ここはお互い読み合いですね。こういうとこから手をつけてくるか。あと、ここ、覗きもね、ちょっと気になるとこですね。なんか打ってみたい気もするんですけどね。まあ、つないでくれれば利かしですからね。なんか、覗きだけ打って、一晩ここの死活を考えるか。まあ、あんまり柴野さんはそういうことしないような気もするのですけどね。なので、これを予想したいと思います。
はい、じゃあそれでは、また明日、楽しみに待ちたいと思います。はい、じゃあそれでは失礼します。